柴田博美は、日本の政治家。千葉県鎌ヶ谷市長。元鎌ヶ谷市議会議員。千葉県東葛飾郡鎌ヶ谷町生まれ。鎌ヶ谷市立鎌ヶ谷小学校。鎌ヶ谷市立鎌ヶ谷中学校。千葉県立松戸南高等学校卒業。1982年、音響技術専門学院卒業。1983年から1985年まで、 セントラルファイナンスに勤務。2002年5月30日、井上博士参議院議員の政策秘書らによる入札妨害事件に絡み、鎌ヶ谷市長の皆川圭一郎が収賄容疑で逮捕。皆川の辞職に伴い7月28日に行われた市長選挙で元外務官僚の清水清氏の陣営に入り、選挙を手伝った。2003年、 鎌ヶ谷市議会議員選挙に立候補し初当選した。2019年、5期目の当選を果たす。在職中、鎌ヶ谷市議会初の女性議長に就任した。2021年4月7日、鎌ヶ谷市長の清水清氏が第49回衆議院議員総選挙に、日本維新の会放人で、千葉13区より立候補することを表明。清水は6月10日付で辞職。 6月11日、柴田は記者会見し、清水の辞職に伴う市長選挙に立候補する意向を表明。同年7月18日に行われた市長選挙で、元市議の徳野良、立憲民主党系、共産党系の市議から支援を受けた元県議の藤代、正尾、弁護士の熊谷隆弘らを破り初当選した。当日有権者数9万1908人最終。 投票率37.70%ありがとうございます。